こんにちは。口内炎が痛い。14日のつぶみ、お姉ちゃん。お姉ちゃんってさなちゃん？お姉ちゃんって。ねえ、帰っていたい。暑い、ごめん。話はいつぶりかね。いつものメイク違うなって。よ、一緒だよ、ほら。でも日によってマスカラとアイラインの色が違うかも。今日は黒色。鼻がさ、ここが団子なんだよね。今日は朝にオールブランとバナナとヨーグルトのやつ食べて、で映画見たけんポップコーン見て、それから食べてない。前髪切ったよ。昨日メイクさんに切ってもらったんだ。でもね、触覚を出したら長さがっていうか量が違うから、ここのは育成って感じ。28と29の爪も私出るのかな、わかんないんだよ。私もわかんない、出るのか。なんかアングル高くて嫌だな。なんかないかな。てか聞いてほしい、今日会議にね、あれなんだよ。今使ってるリップはお昼ぐらいにメイクした時に「イントゥーユー」の何番かをつけて、セザンヌの2番つけて、色足りなくなったらね、私はねこれを使ってる。19番、マキシマイザーの19番。これはいいよ。でもラスボス使っての時もある。唇がね乾燥してなかったらイントゥーユーは、まあ、最近でも色がついてないマキシマイザーが欲しいんだよね。そう、今日ね帰りにスタバを買ってたのね。でバスで帰ってたんだけど、もう大変だった。買い物、お買い物してた洋服のね紙袋を持って、で肩掛け持って、一番後ろの席に座るのが好きなの。みんな一番後ろの道路側の席に座るのが好きなんだけど、まあなかったら端っこだけど、なくて空いてなかったけど、間は空いてたからそこに座ったのね。そしたら端っこの人の一個手前ぐらいだったので、そしたら端っこの人が降りるってなって、でカバンをカバンのなんかチャックのところに刺してたの、あのボトルって、あの
こういうカップをなんかいい感じにね。でそしてで紙袋を持ってでこう避けて、まあ、ずれようとしたらスタバ落としちゃって、でそれがティーだったの、フラペチーノとかじゃなくて。だから本当に大変だった。落としちゃってコロコロ転がって戻ってきたけど、でストロー落ちちゃって一瞬パニックになって、ストロー汚れ落ちたストローまた刺しちゃって飲めなくなって、でもさ濡れてるから拭かないとだしさ、本当に大変だった。人が空いてないバスだったから余計恥ずかしい思いをしたよ。かゆいかゆい、そうマジか。みなってここのなんか余白が大きくて嫌なんだよね。もうちょっと丸の方がいい。まだだね。みなここでショールームしてるからね。パパ。ここでしてるからね。暑い。足。そう、昨日はミクさんのソロ公演のバックダンサーに出させていただいたんですけど、そしたらあの開演前にみんなにスタバをおごってくださって、嬉しい。マンゴーパッション頼んだ、お願いしますって言って、ラフィさんが卒業したらね、メールしぶちに変えたようだって。ありがとうございます。頻度がバラバラで申し訳ない。金魚違いだね。昨日ね、ななかちゃんとロッカーが隣なのね。でミナのロッカーに金魚4匹いて、でどこ多分誰かが置いてね、私が置いて、で置いてあって、でメイク台みたいなね、メイクさんがいつも髪の毛してくださるところのこういう丸い電気が刺さってるの、そこにの上にね金魚をね置いてたんだけどね、その金魚が落ちてたからね、それをどうしようと思って隣のななかちゃんのロッカーに置いておいたら LINE 来てた。置いたでしょって言われちゃった。そう、ね、それ返信したっけな、返信してない気がする。未読してた。後で返信しよう。既読つけてなんか通知見て満足しちゃうんだよね。本当に良くないと。無視じゃないよ。ちゃんと返信はしてたんだよ。心の中で。お腹が空いた。もうさメイクを落とすのがめんどくさくてたまらない。どうしよう。
そうだよ、皆さん来てください、緊急性公演。いつまでやるか分かんないからね、私毎回メンバーが違うから。まあ私は14日なんですけど、ホエンポップコーンってなんだ、なんか聞いたことあるんだよ、曲だっけ。そう、来てください皆さん。そう、本当に早く、もう毎回ってぐらい、毎回ってくる。そう、私であんま出ないから。たくましく育っていくよ、光も日向に、トゥントゥントゥン。みなが好きな、あのね、なんだっけ、地先のルーマーのとこね、合宿の時から Hey, what's up? ナシー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 ってやってるの、リサキ。かわいいよ。やってるの。今日雨じゃなかったよ、さっき。そう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 。ああ、暑い暑い、手が暑いよ。で、あ、そう、ゆえるさんのね、生誕祭にも出させていただくんです。スポーツオブハートもね、28日に出させていただくんですけど、ゆえるさんと一緒だから嬉しい。2日連続一緒なの。今日はまだ暑くないよ。あのね、外はね結構涼しいんだけど、家の中が暑いの。大分来て、大分大分、あれ走るのかな。でもみんな短距離派だからさ、どうしようマジで。最初に体力使っちゃう本当に。ゆえるさんさ、りのちゃんと仲いいからさ、仲良くなりたいんだよね。仲良しになりたいんだよ。研究生公演、あ、そうか、じゃあ私28日出ないんだってこと。ってことでしょ、研究生公演もあるってこと。あれ1日か、楽しみだな。大分楽しみだな。最近あったことは、
あ、そう、今日ね、ホーンテッドマンションのね、4DX を見たんですよ。見たんだけど、それでもう結構わーってなって、みんな大きい音がさ、すっごい得意じゃないのね。なんか、大きい、ダーンの音が、だから、ディズニー行っても、夢の国行っても、アトラクションなんだっけ、ビッグサンダーマウンテンとかずっとこうしながらやってるってぐらい、あんまね、大きい音が得意じゃないの。花火もね、見れないぐらいなんだけどね。そう、だから工事の音とかもあるだし。で、まあ、それはまあ、ある程度音あるじゃん、映画だから。だから、耳塞ぎながら、ポップコーンを食べながら、ってなって、びっくりしすぎて、こうなって、ってなったら、ここがちょっと痛くなっちゃった。ゴキって言っちゃった。そう。大変だった。あ、トラクション面の人が一緒か。面白かったな。ココハと言ったのね、藤野。隣で一緒に「よくない怖くない?」っつってもココハ「はあ面白い!」みたいに言ってるから、怖くないっつってんのに。したら終わった後にね、こういうね、こうケイト系なんだけど、ここにポップコーンついたちっこいこういうやつついて、もう映画見てからずっと眠たいくて、今日早く寝よう。やばい、来週からテストが返される。やばいよ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 、テストが返される。ドキドキだね。難しかったな。私はね、でもなんか意外なさにめっちゃ国語ね、なんかむずくて、漢字文章大事な、そんな勉強とかじゃないじゃん。だから漢字を見たの。て見てたの。前日に帰って。そしたらテスト次の日やっとろう。なんか漢字を分かるのに書けなくて、なのに、めっちゃ文章題、のぞりめっちゃ解けて。で、古文があったんだけど、古文で、お寺さんお、お、なんか、いて、この漢字の読み方を答えなさい、みたいなやつで、聖さんが出てきた。え?と思って書けちゃった。んだ。漢字別に嫌いじゃないんだけどね。なんかね、もうあとマジでもう右左半分分かってるのに、右半分の下が分かんないとか。でも後からちゃんと復習した。終わって友達と「ああこれやった」って言って、学びました。そして何時からあれかな、ショールーム始めてるのかな。ねえ、みんなエクボが欲しい。
ケープ。いつもレアちゃんに、え、これエクボって言ったら、いや、くぼみだよって言われる。エクボじゃなくて。かな、下の方がエクボなんじゃないって言われた。って言われるの。でもレアちゃん。私みんななんかここら辺にね、なんかそばかすっていうかね、っていうかでね、なんかおってなって、でレアちゃんに、え、これそばかすじゃないっつったら、シミだよって言われた。悲しい。でもさ、そばかすだと思うんだよ。ちょっとライトが反射して見えない。あるんだよ。でも今ファンデしてるからあんま見えないか。もうえか、なんかでもさ、ちっちゃい子のね、写真とか見てる、これはあんの、この表に。でもさ、位置的にみんなが欲しいさ、エクボじゃないんだよ。私が欲しいのはさ、あのハンさんとかみたいなさ、いぶきさんとかみたいな、ゆうなさんとかみたいな、ここにできるやつがあるあるかな、みんなのちっちゃい子笑ってる写真。ダストの中の命を、たくましく育ってゆく、影も日向になる。ドゥンドゥンドゥン。変顔しかないかも。やばい。やばい。ちゃんとした顔がマジでない。どうしよう。あ、これでいいや。見て。これ。これ。これこっちかな。ほら、わかる。でもこう見たらみんなめっちゃおもなが。これとか。同じじゃない？めっちゃね、ちっちゃい子の写真でマジ同じやつあるんだよね。ああ、え、ごめん、ガチ変顔だけどいい？これ、ほらほら、めっちゃいい子みたいじゃない？こう同じだと思う。こことここが、で、こっちがこっちああ、すごいすごい。そうだよ。私のツイッター見ました？アキさんとのやつ。あれさ、普段のさ倍さいいねとかついたんだよね。
そう、あれビンゴライブよ。2018のビンゴライブ。でもあの時ね、ビビアンさんとも話してたんだよね。誰推しって言われたのね。誰が好きなのって言われたの覚えてる。でもそれは誰って言ったっけなって思って、ビビアンさんって言ったか、正直に花さんって言ったのか、どっちだったっけなってえーちゃんは。だしね、みんな一番最初、いや、この握手会、小倉で会った時の握手会違うかな、なんかね、なんかのねコンサートか、その時にちっちゃい生写真じゃなくてちっちゃい写真、わかります、こういうこんぐらいので、それを交換した人がいるんだよね。なんか指原さんのが欲しくて、で橋原さんなんか欲しくて、でも欲しいけど買った時に当たらなくて、でパパも来てくれとか一緒だったから、チェキじゃないチェキじゃない、もうちっちゃい写真、いや持ってこっか、ちょっと待っててね。ね、どれだっけな、あ、そう、このサイズのやつ、あ、待って待って、ねねねね見て、ねねさん、ねねさん、ねねさんだ、でこれはずきさんでしょ、でこれは小田さん、ほら、このサイズのね、指原さん多分今あの硬質ケースに今入れてるんだと、でそれを交換してくださった方がいて、その方も誰だっけなと思って、ほらミクさん、ほらミクさん、ミクさん、これはなんかパパが多分買ってくれたなと思う、ちゃんあれをなんね、たくさんいるんだよ、あかりさんもウィルさんもね、マリアさんもあおいさんもいるしね、多分ねほぼね全員いるんだと思う、だっておいもさんも、ほらねねさん、ほらねねさん、これねランダムのやつだと思う、多分これではね花さんが当たんなかった気がする、当たったっけ、あほら小田さんもいるし、サイさん、あ、ひよなさん、あきさんいる、ゆえるさんもいる、これならね、で、あ、これこっちだわ、これは花さんだけのやつ、これでこっち
ちがねシングルのね CD のやつを入れてるんだよ。まこさんがこっちだ。こう。こうです。あれ、これは？こう。これがシングルのやつ。石とかと君どこ見て、ひろなさんすごくない？君どこ、あ、ねねさん、ここも君どこで、ここが B さんで、ここが君はもっとできるのジョーンでね。あ、見て、リノさんがいる。8周年の時のリノさんがいました。あ、そう、てか見て、君すごくない？これ直筆当たってたんだよねとかだよ。あとデュアルデイズの部、これは普通生じゃない、分けてるんだ。でさ、机の上に入らないからね、机の上に置いてるのはこの花さんだけのやつ、これとか。でも何個かね、額縁みたいなやつに入れてるから、あ、これとか、これは10周年かわいいですね。私劇場行ってなかったんだよね。あのね、多分劇場がちゃんとっていうか、コーナーの前やったの小学生の時とかで、まあさすがに小学生一人で私行く勇気なかったかなって感じ。こんなもん楽しいよ、オタ活楽しいよ。そう、呼ぶハンナあったんだよ。だからね、なんかね、みんな、そう、顔変わったと思う。メガネだったし、前髪なかったし。前髪を作ってコンタクトにして。そうよ、めっちゃ好きなんだよ。だから、あの、私ね、オーディションね、HKT のやつが初めてだと思う。HKT のコンサートを見に行った時に、え、楽しそうってなるじゃん、やっぱ。なんかさ、ロックとかで煽りさしてたりしてさ、メンバーの時にキャーキャーってしてたら楽しそうってなるじゃん。でそれで、で中1の終わりか手前ってか、まあ終年の時あれで生配信見ててってやって、でまあたちにはあるんだってん、受けたいっては言わなかった、あるんだってんって言って、そうで受けてみたらっていうか、なんかあれして、よしってやった。わかる。でもその時さ、ダンスも多分やってないから受かるわけないかとか思ってたんだよね。そんなにどこまでいけるかを試そうみたいな感じだったの。そしたらまさか今あれ感じ、こんな配信なんかしちゃってびっくりです。だからでもね、なんかね、やばくて、紙に多分オーディションが決まったぐらいの時に書いた
1AT48 の6期生に絶対なるみたいな。違うんだわ、違う違う違う。あのね、あのオーディションの前日とか前々日とかに HKT オーディションないのかなって考えたんだよ。で、あの考えてたらちょうどあって、えってなって、で書いたんだわ。そうそう、入れる年頃にさなったからさ、あれだよね。まさか受かっちゃうなんて嬉しいけど、だから初めてやって最初はね、みんな花さん好きだったの。でもなこみくさんと指原さんとさくらさんも好きで、もう誰も選べないってなってたの。そう、選べないってなってて、そう花さんも好きだけど、うん、好き。で、あ、それこそビンゴライブの時に多分缶バッティのガチャガチャみたいなやつがあったのね、物販で。それでやりたいってパブに行って言ったら、そのお店の方が、みんながちっちゃかったから好きなお姫選んでいいよって言ってくださって、その時はなこさんにしてたのね。じゃあなこさんくださいって言って、だからなこさんの HKT ビンゴの缶バッジを持ってる。でもこうやってさ、その後さ、なこさんあの韓国にあの行かれたんで、そう立派な箱押しでした。でもやっぱ花さんが好き、おしめは花さん感じ。そうなんだよね。でもさ、なんかすごいよね。でも小幼稚園の時はあの AKB さんが好きで、卒園式なんか園長先生から受け取ってステージの上で将来の夢言う時、みんなはお花屋さんになりたいですとか言ってたの。だけどみんなは AKB になりたいですって言ったんだって、って言ってたの。でうおーってなってたよ。ウケる。リアナさんはね、仲いい先輩。なんか推しメンはなんかお出かけとか行ったらなんかちょっとはっってなるじゃん。だけどリアナさんはお出かけとか行きたい先輩。幼稚園の先生知ってるよ、連絡得た。てかね、幼稚園の先生つながってるんだよね、 LINE。 年中と年長の担任の先生、この前ユニクロだったし、年中の担任の先生1年前ぐらい。そうだよ、サイさんもねってやると。だからサイさんのめっちゃ前の缶バッジ、それは小倉のジュアルデイズの握手会の時のガチャガチャで当てた、さくらさんとかひろなさんとかさえさんとかの缶バッジ、めっちゃ昔だと思う、あれ超初期だよ。JKB さんはね、まゆえさんとか板野友美さんとかも好きです。大島優子さんとか高見菜さんとか、やっぱお腹めっちゃグーってなった。そうなんだ。だからみんなが覚えてるのは、あ、そう、ランダムの
生写真は、あのね、ランダム生写真はなんかでもな、めっちゃもらって、めっちゃもらったのよ。これをこれをほぼ1回でもらって、このね、この量で、それをあのリビングにの床にずらーって並べて、かぶったら同じところに並んでみたいな。そう、リノさん、あ、そう、リノさんね、ずっと7月の終わりぐらいにご飯行ってから、ご飯もう8月中にはかき氷行こうってなったけど、お互い予定やっぱ合わないじゃないですか。でこの前あの予定作ったけど、お仕事入っちゃってってなって、じゃあまた近くに行きましょうって話したの、ご飯に。でもリノさんさ、この前のパジェットもさ、たくさんなんかさ、カレンレンとかリサキと仲良さそうにしてて、ね、MC とかで。私最近、私が最近やってるさ、多分これからジャンヌのポジが多くなるんですけど、そこのポジがリノさんのポジと絡みがないからね、全然。だから尻尾も覚えてるのに一緒にできない。最初尻尾をやりたくて、あの青ってなって、尻尾できると思ったけど、青じゃリノさんとできないって思ってピンク覚えたの。ここだけの話ね。尻尾できるタイミング増やしをがたくさん欲しかったのもそうだけど、そんなに決まってるの、なんと同じポジのね、肩とか。あったんだよ。だけど全然できないですねって話した、この前。全然一緒にならないねって。メソメソ。あ、メソメソ。そう。お話はするんだ、めっちゃ。見ながらお話しできるしね。そう、瞑想。いや、先輩にポジションを覚えさせては、もう私が覚えますって感じ。もう黄色も覚えよ。だからね、キャサリンとカレーネンとその話をしてたら、カレーネンだっけな、そしたら黄色も覚えちゃえばって言われたから、もう覚えようか。黄色も覚えます、全然。尻尾大好き。だって普段生やせないじゃん、尻尾なんて、日常生活でさ。だから、うん、掃除機かけてるよ。もうさ、いっそのこともうね、もう全部覚えたい、ポジを。全部覚えた。もうね、尻尾だけじゃなくて全部覚えて。でもう空いてるとこ全部出ますよ、9キでも全然私出ますよっつって。頑張ろうさ、1日で覚えられなくはな、まあ覚えないかな、1日2日とかでさ。そう、でもでももうね、あの花さんの方、花さんと同じだから、花さんできないと思って、もう一つ覚えたいの、もう一つの方覚えたいんです。でもそもそも最近手もでもしてないからさ、あれだよね。タワーがある高さんじゃ。ありがとうございます、高さん、ありがとうございます、嬉しい。これで私はお菓子を買います、このタワーで。私のお小遣いが増えるかも。あ、皆さんのギフトで私の
お菓子を買うお金が増える。やっぱそんなこと言っちゃダメだ、まあ、大事なんだよ。まだお菓子を食べたいお年頃だって、美味しいもん。お菓子だわ。そう、本当に。ハロウィンの仮装どうしようかな。リナと話してみよう。リナにハロウィンの、ハロウィンのなんか買ってツイッター載っけないって、 X か、 X 載っけないって。 4DX のホーンテッドマンションはねマジおもろい、絶対行った方がいいと思う。でもポップコーンは買ったら袋のままちょっと隙間から手入れて食べるぐらいがいいと思うよ。マジでおもろい。怖いけどね、怖いけどおもろいよ。私お小遣い制だからさ、あのね、でもお小遣い制だけど今日とかはお金もらった。洋服買うんだよ、ハロウィン公演ないんでしょ、あるの、わかんない。ハロウィンっていつ、10月31日、多分友達の誕生日なんだよね。幼稚園、幼稚園じゃない、小学校の双子の子の誕生日だから覚えてる。あとめっちゃおもろいのが、その子たち誕生日ハロウィンなんかみんなお菓子配ってたのね、みんな学校終わってから。そしたらその子たちもう自分の誕生日なのにお菓子くれて、え誕生日なのにもらっちゃったと思ったのがめっちゃ覚えてる。ねねさんに、ねねさん私お小遣い制なんですけどって言ってみようか。トゥルトゥ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 、コンサート出たかったな。あと1年で高校生だから、もう大人だからね、みんな。嬉しいよ、高校生になったらね、ショールームも時間増えるし、ショールーム時間増えるし、9時までじゃなくなるし、だからコンサートも最後まで出れるし、楽しみ。お腹も出せるし、腹筋ちょっと割りたいんだよね。できるかな。そう、楽しみ。高校行くには入試があるよ。知ってるわ。そう、もうね、進路迷い中。どうしよう。全日制か通信か、どうしようか。でもね、大学は行きたいから、私はちゃんと、そう、将来のことはね話してるんだよ。そうなんだよね。やばい、マジでお腹がポッコポッコなってるよ。
今日の夜ご飯は私がお鍋がいいって言ったからお鍋だよ。やった。ってことでもうすぐご飯を食べたいと思います。もうすぐ終わりよ。今が55分だから57分。医学部はね、パパとママ別に医学部じゃなくていいよって言ってたから。6年だしね、大学のあれが。だし実習もあるし。そう、って感じ。あークリスマス楽しみ楽しみ。クリスマス って感じ。今何分？あ、57分。じゃあランキングを読みます。13位が西公園、ありがとうございます。12位が白の母さん、ありがとうございます。11位が加藤さん、ありがとうございます。10位がジジリモさん、ありがとうございます。昨日も。9位が心、ありがとうございます。8位がビーバーさん、ありがとうございます。7位がアスカさん、ありがとうございます。6位がクジマスさん、ありがとうございます。5位がヤスさん、ありがとうございます。4位がセルさん、ありがとうございます。3位がペネさん、ありがとうございます。2位がおいちゃん、ありがとうございます。1位がタカさんです。ありがとうわー、ありがとうわー。じゃあ私はお腹が空いたからご飯を食べようと思います。はい、じゃあ次の配信はいつかな。また言いますね。はい、じゃあバイバーイ。